柳やわサビは、落語家。本名、宮崎進久子。落語協会所属。父は作曲家で編曲家の宮崎真嗣1980年、東京都に生まれる。東京都立大泉学園高等学校を経て、2003年3月、日本大学芸術学部油絵科卒業。大学では、落語研究会に所属する。お知県の先輩であった。 川上俊一に落語の CD を借りて聞いたのが落語に出会ったきっかけである。さらに同地県出身の柳屋さん生に出会う。2003年11月、柳屋さん生に入門する。前座名は生年。2008年3月、につ目に昇進。わさびと改名。2011年、林家新評監督の映画、落語物語でピエール滝。 田畑智子らと主役を演じる。2019年9月下席より、5代目、柳屋昇進、古今帝銀氏、柳屋ゴンノスケと共に、新内昇進。ABCDEFGH、柳屋わさび。2015年11月12日閲覧。ABC、素顔の落語家、柳屋わさび編。2015年11月12日閲覧。落語物語。 2015年11月12日閲覧。ツイッター落語協会公式落語協会2018年11月1日。ありがとうございます。